未用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発の中で行っております産業分野の熱の電化の鍵となる高温ヒートポンプの研究開発についてご紹介いたしますまずは未用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発の概要についてお話しいたします本プロジェクトでは未用熱を効果的に削減または回収して再利用変換利用するための技術 これらを我々は熱の 3R 技術と呼んでおりますけれどもこれらの技術と熱マネジメント技術を三学間連携により2022年度まで中長期的重点的に実施し古くから研究開発の行われているこの分野の技術について未来の省エネルギーに向けたフロンティアとして革新し 2030年で原油換算で、年間あたり600万キロリットル程度以上の省エネを目指すことを実施目的としております本プロジェクトの実施体制はこのようになっており、産業技術総合研究所理事でいらっしゃいます小原春彦様をプロジェクトリーダーに迎え、主にミリオネツエネルギー革新的技術研究組合、通称サーマットへ委託助成を行ってプロジェクトを推進しております。 特に熱を熱のまま再利用するリユース技術として高温ヒートポンプの開発を前川製作所三菱重工サーマルシステムズが行っておりますまたその基盤技術として高温ヒートポンプに共する冷媒開発や産業用ヒートポンプの導入効果を見える化するツール開発を産学官連携体制で実施しております次に高温ヒートポンプの研究開発についてご紹介いたします。 資源エネルギー庁の報告書によると、産業分野の熱供給においてその大半が燃焼による加熱となっており、20%以上が蒸気となっております。さらにそのほとんどが170度以上の化石燃料を使用したボイラー蒸気と言われております。また、未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発の中で行った産業分野の排熱実態調査によれば、 200度未満の熱の多くが使われずに環境中に捨てられていることが分かっていますこの傾向は15年以上変わっておりませんさらに熱供給温度が60度以上の高温ヒートポンプについてこれまでも国内外において製品化が行われておりますが最高200度の熱を供給する産業用高効率高温ヒートポンプの開発は世界でも前例のない挑戦的なものであります そこで、ミリオン熱エネルギーの革新的活用技術研究開発では工場の生産プロセスで廃棄されている80度から100度程度までのミリオン熱を回収し160度から200度程度までの高温熱媒をエネルギー消費効率 COP3.5 以上で供給するヒートポンプシステムの開発を実施しておりますこの図にありますように従来使われているボイラーを高温ヒートポンプにすることで1.75倍の高効率化が期待できます 脱炭素社会の実現の鍵は、産業分野の熱の電化でありますが、化石燃料を多量に用いるボイラー蒸気の電化を高温ヒートポンプで行い、国内の省エネルギーと世界的な地球環境問題の解決に貢献していくことが期待されます。最高200度の熱を供給する産業用高効率高温ヒートポンプについては、 これまで開発してきた要素技術を統合し2022年度までに開発を行うことを予定しておりますまたヒートポンプの開発と同時並行で冷媒開発や産業用ヒートポンプの導入効果を見える化するツール開発も共通基盤的取り組みとして実施しております高温ヒートポンプの開発について主な中間成果を次でご紹介します今年度までの取り組みで 200度温水出力に対応ができすでに入手可能な冷媒候補で写真にありますような要素実証機において出口温度160度を超える温水出力を実現しましたこの時機器要素の計画仕様と試験値がほぼ一致することを確認し機器要素の設計技術の信頼性も確認することができましたさらに R600 冷媒を使用した最高加熱温度200度 加熱能力3 0 0 k w 級のヒートポンプの一時試作機の設計・製作を行い、低段側および高段側圧縮機を用いた連結運転において、定格運転を行うことができました。また、フロン系低 GWP 冷媒を使用した最高温度200度が供給可能なヒートポンプ試作機の設計も完了いたしました。次に、産業用ヒートポンプシミュレーターの開発に関する取り組みを紹介します。 産業分野では生産工程プロセスによって熱の使い方が様々で空調や給湯のように定型化された設計エンジニアリングが困難ですそのため産業用ヒートポンプの導入検討時にはさまざまなデータを取得する必要がありこのために導入検討のための時間とコストが多大にかかっていましたこれが産業用ヒートポンプの導入の大きな消費となっています そこで NEDO ミリオネツエネルギーの革新的活用技術研究開発では産業用ヒートポンプの導入効果を定量評価できる産業用ヒーーートポンプシミュレーターを開発しましまた。本シミュレーターは簡単な入力と操作で工場に産業用ヒートポンプを導入した場合の一時エネルギー消費量と CO2 排出量を短時間で高精度に試算でき産業用ヒートポンプの導入検討のための時間とコストを大幅に削減することを可能とします。 本シミュレーターは省エネ方針検討段階からシステム設計段階までエネルギー管理士様が簡単な操作で利用できることを目指して開発しました具体的には工場に導入予定のヒートポンプについて想定する利用方法を選択しヒートポンプの冷媒の種類や定格加熱能力各時刻における給水温度や流量を入力するだけで COP、CO P 加熱能力、一時エネルギー消費量、CO2 排出量の見える化を可能とするもので産業用ヒートポンプの運転条件に合わせた詳細な熱計測を行わなくてもその導入効果を短時間で高精度に試算することができますシミュレーターの詳細は次にページ以降で説明いたします本シミュレーターは下に示しますように 想定する利用方法を組み合わせて8種類の基本構成パターンに対応しています循環感温かそうでないかレオン同時利用かそうでないかボイラーバーナーの置換か余熱かといったパターンですそれぞれのパターンでボイラーバーナーとヒートポンプの比較が可能ですまた地球温暖化係数 GWP の低い冷媒を探索するために冷媒を変更した場合の比較も容易に行えます 今日はタイプ3でのボイラーバーナーとヒートポンプの比較に関するデモンストレーションを行いたいと思いますこちらがシミュレーターのグラフィックユーザーインターフェース画面ですまず最初にタイプを選びます 今回はボイラーとヒートポンプの比較ということで左側がボイラー右側がヒートポンプということですが左側のタイプを選ぶと右側も自動的に同じタイプが選択されましてタイプを選ぶとそれに応じた絵がこのように出てきます今回はタイプ3についてのデモということになります入力データをこのように CSV ファイルで用意して入力いたします まずボイラー側の計算ですが「計算開始」と押すとすぐに計算が開始されます。ヒートポンプの方も同様に入力データを入れて「計算開始」と押すとすぐに計算が開始されます。 こちらの場合は先ほどとは違って収束計算をしておりますので少し時間がかかりますとはいってもこの場合は数秒から数十秒もあれば計算が終わりますこのようにすぐに一次エネルギー消費量や CO2 排出量の比較結果が得られます産業用ヒートポンプシミュレーターは皆様に使っていただけるように現在準備中です使ってみたい方はねど省エネルギー部へご連絡ください 最後にエネルギー・地球環境問題の解決、産業技術力の強化という NEDO のミッションのもと NEDO は、ミリオ熱エネルギーの革新的活用技術研究開発を中核として、ミリオ熱の活用、省エネルギー技術の種を育成、実用化、社会実装するための取り組みをこれからも推進してまいります。ご清聴いただき、誠にありがとうございました。ネド